ゴーンはしかし、記者会見は全然なんかつまりませんでしたけど、昨日になって日本メディアにも応じてましたけどね。だけど、大したことは言ってないし、逃げた方法とかについては一切言ってませんからね。あれで僕は思ってたんだけど、じゃあその弘中さんとかね、そうだよ。高野隆さんって弁護士の責任はどうなるのかなと。彼らが保証して、保証金は没収、10億円没収されちゃうからいいんですけど、されちゃったのかな、もう。だからいいんですけど、その彼らの責任どうなるのかなと。そのことを新聞記者も何も聞かないんだよね。新聞記事にもならないし。で、弘中さんを追っかけ回してんだけど、じゃああなたの責任どうするんですかっていうことを聞いた人誰もいないんですけどね。どうなんですかね、あれ。弁護士としてその解決すべきだよね。責任があると思うんですけどね。そう、会見でもすべきですよね、本当言うと弁護士がね。今日朝辛坊さんの番組で、箱に実際に辛坊さんが入ってやってましたけどね、狭いですね、あれね。大変だよね。ただあれで思ったのは、あんなに簡単にっていうか、そのチェックなしにですね、今回は出獄だから入獄よりは緩いというもののですね、出入りができるんだったら、これテロリストが出入りするの簡単だなと、はっきり言って。密輸出とか密輸出とかもね。それから、その何あの今回は空港ですけどね、日本海岸線が広いから船でね逃げれば別に、ね、どうですか、チェックなんていらないわけだから、どっかの新潟のそれこそ港かなんかに、ちっちゃい港かなんかに船つけてですね、それで逃げちゃったらですね、これどうしようもないですよね。だからあるいは入ってくる方もね。だから本当にそういう意味ではオリンピック前にいい警告になったかなとも思うんですけどね、日本のその、ああいうその出動管理をもうちょっとしっかりしろというね。危険だよね、あれは。しかし、なんとかゴーンをもう一回その通りです。連れてきてですね、裁判を受けさせる方法はないかなと思うんだけど、なかなかないんだよね、これがね、いろいろ調べても。どうしようもないですね。ICPO で奥さん手配したってね、出なければあれだし、その国のまた法律でやるわけで、だから、その必ずしもその日本に戻すとも限らないし、ゴーンはずっとレバノンかもしれんけど、レバノンで王侯生活を送ってればね、いいわけでしょ。だけどね、なんか釈然としないですね。腹立つね。日本の司法だけじゃなくて、日本が馬鹿にされたっていうようなね。だってそれはその勾留期間が長いとかさ、なんか言って、その裁判制度そのものが司法制度が違うんだから、その国のに従うしかないですよ、それは。弁護士つけないのはおかしいとか、そういうのは多少説得力はあるかと思いますけど、調べるときにね、だんだん変わっていくかと思うんですけど。でも、その保釈はちゃんとしてるんだし、保釈金はね、150億ぐらいにしとけばよかったね。もっと高くしとけばよかったね。新年早々っていうか、年末ですけどね、逃げたのは。非常に腹立たしいニュースでしたね、これね。記者会見の会場が狭かったから、あ、そう。日本の記者は制限したとか、とぼけたこと言ってましたけどね、いくらでも借りられるでしょう、ゴーンの金があれば。ゴーンはですね、あれなんですよ。だからそのタイミングから言うと微妙な時期ですね。新年号が発売が新年第1週ですから、昨年中に年末ギリギリまで作ってた部分があるんですけど、それに対して1本ぐらいですね、新しいものを入れるわけなんですけど、ゴーンは本当になんていうか、年末ギリギリですから、報道されたのがね、週刊誌としてもなかなか難しいんですけど、文春と新潮はやってます。だけど、新潮の方が圧倒的に中身もあり面白いね。
文春はですね、前に前の奥さんの式なんかでゴーンを批判してましたから、そんな話を蒸し返したりして、まあ、もちろん今度の、逃亡劇もやってますけれど、さほど中身がないというか、読者の関心に応えてくれない。ところが、新潮はですね、風とともにゴン、竜の謎っていう、まあ、得意のなんか大事件が起こるとですね、ワイド特集形式でですね、まあ、やるわけですけど、それをまた今度もやってます。これなかなかですね、内容は結構充実してますよ。その、グリーンベレー、元グリーンベレーの、連中が関与してたとかですね、そういうことももうこの時点でですね、これ結構、まあ、締め切りは、年明け早々だと思いますけど、入ってますんでね、結構慎重取材が行き届けるなと。笑っちゃうのはリードでですね、引田天功も各夜箱の中に潜んでの隠密行って、引田天功がですね、久しぶりに引田天功の名前聞きましたけどね。で、この中でですね、さっきの私が言った弘中高野弁護士はどう責任取るのかと、こういうのやってますよ。西さんがですね、監視員をつけてたわけですよね。それをその、広岡さんがですね、業者日産が雇っていると明かした上で、年内に刑事告訴すると明言したと。そのために、日産はですね、その24時間の見張りをですね、やめちゃったんですね。そういうのが、まあ、影響してんじゃないかと、こういうことも、まあ、言ってます。それから、広岡さんはそういう、なんていうかな、監視排除に広岡発言がつながった。それから高野弁護士についても、私見と言いながらですね、密室出国を全否定することはできないとブログに書いてるって言うんだよね。じゃあちゃんと記者会見をして、はっきり言ってほしいね、そういうことを。なぜかっていうことをね。元東京地検特捜部検事の高井康之弁護士は、こう言ってます。起きてしまったことには誠実に対処する義務があります、弁護士には。保釈条件がきちんと履行されていたかどうか、検察と裁判所に示す必要もある。国民に対しても、説明できる範囲で記者会見などで経緯を明らかにしていかなければいけませんと。まあそうだと思いますけどね。で、新潮は厳しいんですよ。結果だけ見れば、彼らがやったことは高額な報酬をもらってゴーンの海外逃亡をお膳立てしたということに尽きる。辞任の意向というか、それは当たり前ですよ。裁判で亡くなったのが辞任するしかないよね。辞任の意向というか、それでこの問題から逃げられるのであれば、検察も警察も、そして弁護士もいるまいと。まあそうだよね。はっきり言って。というか、まあ少なくとも説明はしてほしいよね。ここには、すでに、グリーンベレーが関与して、元グリーンベレーが関与してたとかですね、新幹線で、品川駅から乗って、新大阪で降りてホテルに行ったとかですね、こういうこと全部、書いてあるんですよ。これ、だから新聞に、今は新聞もそういうことを報じてますけど、新聞に出る前ですよ、これ、締め切りから言うとね、早いなと思って、これはさすが慎重だなと。あと、レバノンといえばですね、岡本公三ですね、岡本公三がいるわけですよ、例の、テルアビブ空港乱射事件の。で、もともとどんな国かということも、我々日本人があんまり知らない。シリアを委任統治していたフランスが、キリスト教徒が多い部分を切り離して独立させたのがレバノンですと。とはいえ、イスラム教徒の方が子沢山なので、イスラム教徒が増えていった。国会ではイスラム教徒とキリスト教徒が 50% ずつ議席を持ち、18にわたる宗派が既得権益を代表。ゴンはキリスト教マロン派で、この宗派出身者から大統領、そしてイスラム教スンニ派から首相を選ぶことが決まっています。キリスト教徒とイスラム教徒その他の争いで75年から90年までの内戦が続きました。その後に復興したものの、2011年のアラブの春以降の混乱を受け、35歳未満の失業率が 37%。 去年の10月からデモが頻発しており、それは賄賂に染まった政治家の汚職や増税への異議申し立てのため、レバノンポンドは弱くなり、政府は機能不全に陥り、ゴミが収集されない事態にもなってます。岐阜県ほどの広さで6000万人、人口が。岡本公三は何してるかというとですね、これは朝6時起床で夜は10時就寝、 NHK の BS で朝ドラや相撲を楽しみ、朝は一緒に生活している支援者数人の朝食を作っている。マンションの最上階に暮らし、イスラム原理主義政党ヒズボラが防衛隊を作っています。外に出るときは必ず護衛がつきます。
ある時は水を買いにフラッと外出したら、店主が英雄が来たことに飛び上がるほど喜び、お金はいらないと受け取りを拒んだそうです。以前は結婚式に呼ばれることがよくありました。ヒーローなんでね、その皆参加者に自慢したいからです。ただ行ってみると行動行動コールが起き、新郎新婦より目立って騒がれてしまう。参加者からの歓迎のキスの嵐が嫌で行かなくなったそうです、だけどやっぱ帰ってきたいんだ日本に。月に一度は統合失調症の薬を服用しています。日本には帰りたいが、帰っても殺人罪で国際手配されている身なので逮捕刑事裁判が待つ。イスラエルでの拷問の記憶が蘇るから帰りたくないということでした。そういう国なんだな。もう71歳か、まあ、北朝鮮のに行った連中も帰ってきたいとかね、泣き言言ってますけど、分かるって言ってそんなの妄想だけど自分たちのことを反省してからかそういうことを言えよと言いたいよな。それは、あるいは帰って責任を取るっていうことを言明したわけでさ、しかしゴーンの15億円没収されたけど、屁でもない総資産額、総資産額はいくらぐらいあるのかなと。大体保釈金の最高額はですね、これまで食肉卸阪南グループの浅田会長、これが20億円、それから住専をめぐる資産隠しの事件の末野興産の末野健一元社長が10億円、山口組の6代目高山誠二若頭もまた10億円、ちなみに司氏の空調は10億円だよって、なんかそこで差をつけてるんですけどね。ゴーンが同率2位とはなんとなく安い感じがするって言うんだけどな。昨年12月30日の時点で ABBC は推定純資産は1億2000万ドルとしている。日本円にして約130億。株や投資ではなく簡単に現金ができる資産がである。また米紙ニューズウィークを買収したベイネットメディア IBT も同額の資産と推定した上で、アムステルダムの月8000ユーロのマンション、ベイルートの9000万ドルの大邸宅、月に9000万ドルの東京のマンションに住んでいました。で、さらに所有する全てのジェット機と財産を含めて純資産は2億ドル約216億円と、まあ、推定している。だからまあ逃げられちゃったからもう今更遅いんですけど、 GPS をつけろという声もありますよね。カナダなんかではあの例のあの、モーマン方はですね、つけられてるわけですね、ハーウェイ副会長はですね。だからそういう声もあるんだけど、こんな人権とかどうかいう話になるわけですね。経済事案などについては基礎後に迅速な保釈を認めることと引き換えに、すでにアメリカなど諸外国が導入しているように発信機を被告人に装着すればいい。被告人が指定住居から一定距離離れると当局に通知されるような仕組みです。そうすれば逃亡の可能性を、低減させながら無用な、長期交流も避けられます。ファーウェイの副会長はもう GPS を装着されてるわけです。この写真が出てますけどね。この足のところにこうつけるから、まあ、嫌だって言えば嫌ですね。厄介って言えば厄介ですね。なんとか、取り返す方法がないかって言うんだけど、なかなか難しいですね。ODA はですね、これまでレバノンに約200億円の ODA を実施してきた。これをカードに使えない。いや、ゴンはそれ以上の金を積むでしょうって言うんだけど、現在無償 ODA はさほどやってないし、技術協力にしても日本企業を介在させており、辞めると逆に日本は自らの首を絞める形になるから難しいと。じゃあどうしたらいいか。レバノンから一生出国できなくなったゴーンは今後持てる金とエネルギーの全てを使って日本に復讐してくるでしょう。式を書いたり映画を撮らせたり、方法はいくらでもあります。その中で日本の刑事被告人は死刑囚と隣り合わせの冷暖房もない狭い畳の部屋に座らされ、パンツ一枚にならないと風呂にも入れさせてくれない、などと凄まじい日本バッシングを展開してくるに違いありません。生き霊は死霊より怖いですよ。こうした攻撃への対抗措置をこそ考えていかなければならない。まあそうだな。佐藤優さんが忠告してるんですけどね。米国の大ヒットドラマゲームオブスローンズで脚本を担ったペアは次回作でネットフリックスと契約し200億円を手にした。ハリウッド関係者はそれに及ばずとも今回の逃亡に必要された22億円は式と映画化でクリアできるでしょうって言うんだからね。戻取れると映画になればね。それは映画に、するかどうかな。アカデミー賞受賞歴のあるプロデューサーと12月21日頃にゴーンさんは自宅です。面会、映画化やドキュメンタリー制作について話し合った。友人がエンディングについて聞くと、サプライズと言ってたって。その頃はまだ逃げてないと言ってきて、12月のね、20日ですからね、21日頃ですからね。サプライズ。
こういうね、あの新潮のね、ゴーン記事はね、結構あの面白いんですよ。この短期間によく取材したなと、さすが新潮の実力だなと、こう、まあ、僕は思いましたね。はい、文春のはさほど面白いところはないです。